けるを倒すつもりで僕も思いっきり倒していきます。まさかの同門世界王者対決。K1 アンダー60キロ世界王者浦部晃也、K1 アンダー55キロ世界王者タケル。今回は勝敗のつかないエキシビジョンマッチだが、お互い11月のタイトル防衛戦に向けボルテージは最高潮。世界一強い男たちの戦いに酔いしれろ。K1 スーパーエキシビジョンマッチ2分2ラウンド、タケル VS 浦部晃也。ただいまに K1 スーパーエキシビジョンマッチを行います。オコナー188センチ55キログラム、 K1 ワールドグランプリアンダー55キロ王者、ナチュラルボーンクラッシャータケル。胸を借りてぶん殴りたいとぶち上げたタケル。赤組は172センチ60キログラム、 K1 ワールドグランプリアンダー60キロ王者、アンタッチャブル浦部晃也。どれだけ強いのか見せてみろと浦部晃也。スーパーエキシビションマッチ2分2ラウンドで行われます。 K1 ワールドグラップリ60キロ級の初代王者が浦部晃也、赤いグローブです。対して左側髪の毛を金髪に染め上げているおなじみのスタイルがアンダー55キロ王者のタケルです。今第1ラウンド、チームドラゴン同士階級を超えての K1 王者同士の対決です。蹴りの打ち合い、まず鋭い、これ左ハイでサウスポースタイルの浦部が放っていきます。コーナーに早くも押し込んでいるのか、関根さん、まずもうどうなっちゃうのかという戦前だったんですけれどもね。そうですよね、ヒートアップして怪我しないといいんですけどね。はいはい、でももう2人はこれ実戦なんだというふうに意識しているようですね。そんなコメントが会見でもありました。まあ、普段も練習してると思うんですけどね。はい、ですからタケルの方はその強さ、世話になっている先輩だけあって、中村さん、はい、もう自分が一番よく知っているんですなんていうコメントですね、ありますよね。はい、僕もチームドラゴンの選手よく取材するんですけど、本当にもうスパーリングの方が試合よりきつくて、はい、毎年こう春にプロを目指す選手が入門してきて、はい、大体こう1週間2週間経つにつれてスパーリングきつくてやめていくと、はいはい、そのぐらいこう毎週こう厳しい、本当にこう試合級のスパーリングしてるって言ってたので、はい、このコンビネーション、そこでサバイブしてきた2人の戦いです。チャンピオンになっての戦いですが、マサトさん、どう見えてますか？いや、早いですね、2人とも早いですね。だいぶこれスピードを上げてますよね。スピードありますね。パンチとローキックのコンビネーション、お互い冴えがあるようですが、元来これ5キロ階級が重いのが浦部晃也、バックブロー5キロ軽いのがタケル、バックブロー。ダウンではありませんが、そこにパンチを合わせたのが浦部です。でもまあ、お互い同じチームでこういうスパーリングパートナーがいるっていうのはやっぱ強くなりますよね。はい、そうですね、はい、ここからさらにその他にもいますからね、切磋琢磨、まさにそういう状況。ボディ打ちも突き刺すようです。タケルのパンチ一つかわす、これがアンタッチャブルという浦部晃也。関根さん、最後浦部の動きありましたね。なんか強くなってますね。またこの戦いの中でそれ分かりますよね。なんかシャープですよね、動きが。2人とももうここに向けて、実戦に向けてと同じようなトレーニングを積んできたということなんですけれどもね。いや、中村さんはいかがでしたか？はい、まだ第2ラウンド目ありますけれども。そうですね、またなんかでもここから次のラウンドさらにこう熱くなるんじゃないですかね。はい、はい、これ雅人さん、やっぱり現役のファイター、はい、チャンピオンともなるとさらになんですが、そうなりますよね、やっぱり。そうですね、
まあでもやっぱりお互い練習でも手を合わせてるんで、はい、まあ、そこら辺は手の内は分かってますね。そうですか、いやでも本当に中村さん、はい、兄弟のようにですね、ここまでやってきた2人がこうしてこの舞台でこれも実戦さながらの戦い見せるというのもこれ感慨深いですね。そうですね、本当にこう2人とも K-1 のチャンピオンになってこういう場を迎えたっていうのは、はい、2人にとってもちょっと思うとこあるんじゃないですかね。さあ第2ラウンド2分間です。浦部晃也60キロの頂点の男が詰める、押し返す55キロの王者タケル。タケル一瞬ちょっと肩を見せたようなところパンチを浦部が当てていきました。戦略としてはやはりこのスピードでタケル触らせず打たせず打つというのが浦部バックブロー。これも見ている左前ギリギリのところでかわしていますタケル。関根さん、2人の戦い、はい、表情なども含めてどうですか、今どう楽しんでますか。そうですね、もうなんかヒヤヒヤしてますね。ヒヤヒヤ、こう見る方は、はいはい、わあこれも連打連打、そういう気持ちにさせるこのテンションでの打ち合いです。お互いね、はい、もう世界チャンピオンですからね、この階級の K-1 の、ね、そうですね、今お互いにやりと笑いましたが、おースーパーマンパンチから右のハイキック。まあでもタケル選手はまあこの上の階級の選手とこうやっていつも練習をしていればやっぱり強くなりますよね。そういうことなんですね、これがよくわかります。それを中村さんもう一つ恩返しとも言えるかもしれません、はい、そうですね、タケル選手はジム入った時は結構やられまくってて、はい、ダウンしてるのに立ち上がってやらせろって言って周りを振り切ってスパーやったりとか、そういう逸話もあるんで、はい、でも正人さん、そういうファイターしかチャンピオンになれないんでしょうね。まあ、そうですね、やっぱりまずやっぱり一流選手っていうのは気が強くないといけないんで、気が強い、そして真面目でよく練習するっていう選手じゃないと、うわー、そしてこれ関根さん足止めてますよね、もうこれちょっと大丈夫か、これダメージ残んないといいんですけど、これ顔面もう捉えてます、アンタッチャブル光栄、最後に光がスーパーにするようにまるで合わせ鏡のようにも見えました。4分間はあっという間です。あっという間でしたね。そうですよね、こういうものなんですね、こういう王者実力者がぶつかるとやっぱりね、はい、最高峰のレベルですからね、その地点に世界中のファイターを集めた戦いの中で勝ち上がっていった2人です、はい、今握手を交わします。キャリアではここまで44戦の浦部晃也、22戦のタケルの戦いでしたが、チームドラゴン同士さまざまな思いここで巡ることでしょう。さあ言葉もありますね。まずは55キロ王者タケル選手、聞いてみましょう、戦ってみていかがでしたか。やっぱ晃也くん強えなと思いましたね。すいません、今回エキシビジョンマッチということで組ませてもらったんですけど、普通のよくなんか皆さん見たことあるようなペチペチやってるつまんないエキシビジョンマッチだったら K-1 にふさわしくないなと思って、本当晃也くんとめっちゃ仲いいし、今日も実は2人で一緒に来たんですけど、なんですけどプロとして晃也くんの強さはめっちゃ知ってるし、練習でも同じジムで練習しててめちゃめちゃ知ってるんで、思いっきりやりたいなと思って、晃也くんもそれ承諾してくれたんで、今回こうやって、バチバチやらせてもらいました。すごい楽しかったです。K-1 今日これからこの後まだ面白い試合どんどんあるんで、ぜひ最後まで楽しんでいっててください。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは60キロ王者浦部晃也選手からも一言いただきたいと思います。お願いいたします。今日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。昨日タケルにぶん殴りたいって言われて、この野郎、このほら野郎、先輩に向かってまあでも本当にタケルは強いんで、こうやってリングでこう面と向かうのはなかなかないので、本当に
バックステージからちょっと緊張感を持って試合を臨むことができました。次11月なんですけど、本当にもっともっと仕上げて一生懸命頑張りますので応援よろしくします。お願いします。ありがとうございました。それでは最後お二人でフォトセッションとなります。リング中央お願いいたします。さて関根さん、はい、この2人でこの舞台でこういう戦い見せることができたというのはまた大きいですよね。またね、K-1 がね、やっぱり格闘技好きの、ね、男の人はもう本当にすぐ食いついてくれるんですけども、はい、やっぱり女性が見てくれないとね、そうですね、広がらないんですよ、はい、そういった意味でもこういうと若くてイケメンでね、技が綺麗な選手がいるっていうのはね、はい、大きいですよね。ケアマックスもね、マサトさんで引っ張ってましたからね、はい、そうでした ね、まさに強くてかっこいいっていう、はい、両方必要なんですよ、はい、中村さんにも伺いましょう。11月の戦い、2人は楽しみですね。そうですね、まずはとりあえず怪我なく終えてくれてよかったと思います、はい、いや全くその通りですね。2人の防衛戦にもご期待ください。チームドラゴン同士の階級を超えた夢のスーパーエキシビションマッチでした。浦部光也、そして武尊